車天空の花パート2を打ち上げていただきましょう。さて細谷さん、新連休の花火大会の歴史はおよそ70年前からなんですが、細谷エンタープライズさんも大変老舗で長い歴史があると伺っています。創業はいつ頃でしょうか。よく皆さん花火の掛け声で玉や鍵やっていう掛け声、ご存知だと思います。私どもはその、鍵屋さんが11代まで続くんですけど、その篠原良平さんが、技術の面では後を継いで、鍵屋の技術を継いで、やらさせていただいて、110年以上その技術を守り続けるのは大変なことなんじゃないですか。そうですね、やはり御骨神で、古いものと新しいものを取り入れて、日々研究を努力しています。となりますと、その切磋琢磨する、いわゆる伝統愛というのも必要になってくるんでしょうかね。そうですね、全国で花火メーカーが70社ないんですけれども、その中で、優秀と言われる業者、約、30名で日本花火芸術協会というのを、日本演歌芸術協会ですね、というのを団体を作ってまして、その会員の私一人であります。そうです、そして、全国各地ではいろんなコンクールも行われているようですね。そうですね、皆さんよくご存知で、隅田川の花火であったり、花火コンクールですね、それと秋田大曲り、8月の最終土曜日にございます。そしてまた10月の土浦と、有名な台北ブルー一色で、花火で神聖な泉をこれから表現したいと思います。はい、わかりました。それでは点火をお願いします。それでは清き泉点火。先ほどはですね、細谷さんにコンクールのお話も伺ったんですが、やはり細谷さん、そのコンクールに向けて新作を作っていくというのは大変楽しいものなんでしょうかね。そうですね、花火の種類は何種類ぐらいあるのかよく聞かれることあるんですけれども、実際の、基本的な、まん丸く開くものを、割り切ると呼ぶんですけれども、種類については無限大で毎年新作花火を、我々作り出しているんですね。はい、それを作り出す源泉はどのあたりにあるんですか。そうですね、やはり楽しくなければ花火ではないので、やはり感動とときめきっていう、日本人独特な感性ですね。ここにおられる皆さん方がもう非常に高い感性をお持ちでいらっしゃいますので、この皆様方をうならせること、これが花火師が目的としているところでございます。はい、感性もじゃあいつも磨いてらっしゃるということですね。どうでしょう、見てのお楽しみでございます。その感性をですね、その形にするというのもまた大変な作業だと思うんですけれども。そうですね、今挙げさせていただいている、先ほど説明した9センチ、12センチっていう大変小さい容積の中に、いろんなからくりを仕掛けるというのは大変難しいですね。はい、花火屋泣かせと言われるサイズでございますね、これは。はい、もちろんオールハンドメイドでございます。はい、一応レシピのようなものは作られてますか。それはここではコメントを避けさせていただいて、企業品質とさせていただいておりますので、触れてはいらっしゃるというご理解の方お願いいたします。はい、さあそれでは続いてターバインへと。